レフェリー並びに両チームの選手をご紹介します。マッチコミッショナー臼井福男、レフェリーアセッサー小田川昌司、レフェリー松村和彦、アシスタントレフェリー穴井幸正、オチシンジ、放送オフィシャル山村正弘。以上、マッチコミッショナー、レフェリーアセッサー4審判員によって行われます。はじめに福島ユナイテッド FC のメンバーを紹介します。ゴールキーパー背番号31、根本翔。ディフェンダー背番号3、清水純。ディフェンダー背番号4、青柳正信。ディフェンダー背番号13、吉谷渉。ディフェンダー背番号24、柳原優。ディフェンダー背番号26、岡田亮太。ミッドフィルダー背番号8、石堂和人。ミッドフィルダー背番号10、キー・ホンチョン。ミッドフィルダー背番号28、伊藤拓也。フォワード背番号7、時崎瑠衣。フォワード背番号11、久野純也。続いてリザーブ背番号5、時崎瑠衣。背番号18、キムキス。背番号6、片原純。背番号23、山内優希。背番号9、小林康隆。背番号17、平岡優太。背番号22、小林博樹。監督は手塚聡です。続いてジュビロ磐田のメンバーを紹介します。ゴールキーパー背番号21、八田直樹。ディフェンダー背番号13、イ・ガムジン。ディフェンダー背番号16、金沢ジョー。ディフェンダー背番号20、山本俊人。ディフェンダー背番号50、古賀雅弘。ミッドフィルダー背番号3、岡田龍。ミッドフィルダー背番号10、山田大樹。ミッドフィルダー背番号15、菅沼稔。ミッドフィルダー背番号22、小林優希。フォワード背番号17、金園秀隆。フォ
フォワード背番号19荒田智之、はい、続いてリザーブ背番号32上村圭、はい、背番号2加賀健一、はい、背番号30本田慎之助、はい、背番号23山本浩介、はい、背番号28船谷圭介、はい、背番号34ファン・ソンス、はい、背番号25山崎良平、はい、監督は柳下正明です。